節約大全の、コマポンです。どうもよろしくお願いします。お願いします。ついに来たね、今週が。ポンちゃん来ました。ついに来たんだけどさ、つむつむ早いよって思ったよね、やっぱり。いや、そうですね、一瞬早かったっすね言えないんだけど、なかなかね、めでたいことなんで、その、早いよみたいなことはちょっと言えないんですけど、みたいな。そうなんですよねありますよね、ちょっとありましたよね。ちょっと迷ったもんね、俺もね。ちょっとそれで行っちゃおうかな。いや、でもやめとこうと思って。めでたい。ハッピーなことでね、しちゃダメかなみたいな。ということで、今週はオークスです。よろしくお願いします。お願いします。はい、この動画を開きましたらですね、まずいいねと、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ポンちゃんの動画も見に行ってくださいね。先週もね、バッチリ馬券も当てて、絶好調みたいですから。まあ、いろいろ申し訳ないことに当たってしまいました。俺、昨日の動画で言ったんだけどさ、ビクトリアマイルってさ、あれじゃん。短距離からの流れが好成績みたいなのってさ、データあるじゃん、はい、友達がマスクとディーバっていう馬に出資してて、はい、ちょっと言えないなと思って言わなかったな、俺は。わっていうことでですね、あ、まあでも俺はあれだよ、だからといってあの勝ち馬をそんなに押せてたかって言ったらそうじゃないから、俺は全然それはいいんだけど、僕はね、マスクとディーバからテンハッピーローズって感じなんで、ちょっとそこだけは強調しておきたい。いや、普通あれを頭にとかっていうのはね、できない、さすがにできないもんね、うん、穴で拾うならみたいなイメージっていうか。でもね、やっぱりあの馬がさ、トキステークスを勝った時の2着馬ですよ、やっぱり2着馬サーマルウィンドっていう馬がね、これ来年のビクトリアマイルはもらったなっていう。でも、もう6歳、6歳今5歳だっけ、あいつ。わかんないです、多分そうなんじゃないですか。もう5歳か。あ、終わりです。そんな話俺昨日の動画でしちゃったな。もう5歳、もう5歳だから来年は出れませんよって。そうか、4歳かと思ってた。そうだね、もう5歳だよね。そうだね、いつまでもそんなね、現役でいると思っちゃダメですよね。ということで、今週もよろしくお願いします。お願いします。節約大全。じゃあ、ポンちゃん、今週は何からいきますか？そうですね、まあ、ちょっとオークスの話を早くしたい気持ちはあるんですけれども、2種走取り上げたいなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。5月18日土曜日、新潟7レースの3歳未勝利戦、芝 1600m のレースに、プリューノワールというシルクの5000万円募集のロードカノーラ3区がデビューします。いやー、なんか聞いたことある名前だな。ノワール。ノワールね、はい、なるほど。この馬は、そうですね、ノワールっていう名前の通りなんですけど、まあ、まずはローブティサージュの販売でありまして、はいはいはい、ブランノワールとかデュードメイクとかの全米にあたる、本当シルクの初めて G1、はい、ローブティサージュっていう血統でもありますし、ゆかりのあるですよね。アキラさんも出資してましたしね。で、まあちょっとデビュー遅れた理由としては、まあ、なんか膝の状態があんま良くないみたいな、なんか結構トンザーが何回か新しくて、それでデビューが遅れたみたいな感じなんですけれども、まあでも、なんか僕、この時期にデビューする馬って、なんか逆にトンザーとかあった方がいいって、なんか言い方悪いですけど、なんだろう、なんか何もないのに、ここまでデビュー遅れた方が逆に怖いなって思っちゃうんで。弱いな、みたいなね。なんかシンプルに競走馬としてってなっちゃう。足遅いな、これみたいな。そうなんです。だからまあまあ、だから怪我で遅れたっていうのは、だったらまあ、こっから全然あるんじゃないかなとは思ってます。ちなみにそういう何もないのに全然デビューできなかった馬ってのは、僕、来週、ダービーの週に、周回遅れでデビューする馬、一応予定馬がいまして、はい、トリキュータなんですけど、何もなかったですよ。ずっと、ずっと調教してました。何もなかった。で、年明けにようやく入球したんだけど、追い返されましたね。不安だ、それは。堀先生。キャロットの馬なんですけどね、また来週、はい、その馬また来週、ご紹介したいと思います。で、こちらは、なんか、南光太さんの出資馬であるみたいですし。おさらに、うちの金谷さんの出資馬ですね、この馬は。おああ、そうだ、プチノワール、みんなでプチノワール友達みたいなこと言ってましたもんね。そうそうそう、だからアキラさんはそのね、ローブティサージュもそうだし、ブランドワールドも出資してて、オープンバーをね、ここでこの血統だけで2頭出資してるし、僕もあのノワール・ドゥジェっていう、去年カンティアモと
同じ日に京都で走ってそのまま怪我して引退しちゃった馬がいるんですけど、うんうん、単勝クラスまでね行ってくれて極地、僕ら初めての極地出身馬だったんですけど、うんうん、はい、まあそういう縁があったりとか、だから金梨さんも今回出資してるしっていうので、これはもう本当に節約対戦決闘と言っても過言ではないので、まあ、何コーダーはちょっと出資やめてもらっていいですかね節約対戦を、まあいいか、仲間です仲間うちとも仲間なので、はい、チームとして応援していきましょう、はいはい、まあ楽しみにしてたんですよね、この馬は。だからさっき金梨さんに確認したら、おお、なんか来週だっけとか言ってた。いや、今週らしいぞらしいなと思いました。この辺ってのは覚えてたんですね。あ、そうそう、一応ね、ちゃんと更新は見てますからね、彼も。ちゃんとお金払ってますから、抜かれなきゃいけません。って感じですかね。そしたら、いよいよメインレースというか、5月19日、はい、オークスに話をしたいと思います。行きましょう、オークス。いよいよ来ましたね。ポンちゃんがついに、え、まだ G1 勝ってないんですかって言えるかもしれない。かもしれない。かもしれない。はい。まあまあ、ドラムは結構ね予定してるので、これ出しておきますか、これだけ。今一応6頭が登録してる、予定してるって感じですね。じゃあ何からいきますか。ポンちゃんの注目馬お願いします。はい、じゃあビントシティレからいきますか。おお、来ましたね、ビントシティレ。ビントシティレからいきますか。これはね、もう本当に言わずもがなですけど、僕の出身はですね、出るんか本当に。ですね、キャロットの2400万ブッシュのモリス・サンクで、新馬戦ちょっとなんとか取り上げましたけど、ガチぶつかったサフィラに勝利して、まあ、ちょっと低迷もありましたが、先月に未処理戦を逃げして勝ち上がって、中3週でオークス登録してきて、一応無抽選で出れるということなので、まあ分かんないですけどね、これカーネーションカップも登録してるんで、そっちに回る可能性はありますけど。そうなの、この方針がさ、なんか先週の時点だったら、まあ、視野には入れてるけど、今のところオークスに出走予定してるんで、オークス1本で行くなら出走登録見送るみたいなことが書いてあったんだけど、日曜日に元気にカーネーションカップに特別登録を行いましたっていうお知らせが来たので、どっち出るねーってなってます、はい、っていうことでね、僕の好きな血統、あのお母さんのね、はい、雪辱を果たすためにオークスに出ましたから。そうですね、お母さんがオークス2着馬ですもんね。そう、お母さんも高賀厩舎でね、ということで高賀先生悲願のオークスですから頑張ってほしいなと思います。やっぱりいいですね、オークスに出資馬が出るっていうのは本当に羨ましいです、はい、だよね、羨ましいだろみんな次に行きましょうか。次の馬に、はい、次はミアネーロというシルクの4500万募集のデラメディ3区。ミアネーロね、はい、なるほどなるほど、なんか聞いたことあるけど、ちょっと続けてもらおうか。はい、これですね、僕もどっかで聞いたことあるなって思うんですけど、あるよね、なんだっけミアネーロって。これ俺もさ、ちょっとだから見てみたの、父ドラメンテでさ、母ミスエーニョって、はい、これフラワーカップの勝ち馬で俺らの出資馬やんけ俺らの出資馬やんけおい忘れんなそんなもん忘れてましたまだ重賞勝ってないんですかって言ったやつやんけこれ僕ついに実は初めて G1 に出るですよね、出資馬が。あ、出走も初めて。そうですね、はい、よかったね、ポンちゃん。ついに、あ、こういうことなんだってのをこの1週間噛み締めたいなと思ってます。噛み締めて。そう、うん、ポンちゃんね、この昨日だっけ、ツイートもしてたよね。この、そうですね。うん、ミアネーロについて熱い思いを、うん、はい。はい。これ誕生日も一緒なんだね。そうです。僕と誕生日一緒で、ツアー行く前からこの馬が多分主流だろうなと思って、うん、もうグラメンテの子供で誕生日も一緒で、うん、しかも好きな林先生の馬だしって思ってたんですけど、ツアー行ったら、あ、もうこの子だって思って、最後の20分ぐらいずっともうこの馬いて、引き手の方にいっぱい情報を聞いて、あ、もうこれしかないと思って行って、で、まあ当たったんですけど、その次の年のツアーで、そのミアネルの引き手してた方に、去年ミアネロ引いてましたねって言ったら、覚えてないって言われたっていうことです。来て来てましょう、覚えとけよ、覚えとけよって感じです。覚えとけよ、それは。そうですね、僕もドラメンテ大好きおじさんなので、はい、ドラメンテでね、あのディレクターもそうだし、この馬もそうだし、いい思いさせていただいてありがとうございます。そしてマスカレードボールに続くっていうね、ドラメンテ3カ年計画というのがありますので、どうぞこの馬でオークスを買ってほしいなと
よろしくお願いします。何が良かったのツアーの時は、この馬は。ツアーの時は本当、まあそんな馬体とかすごい見えるとかってわけじゃないですけど、うん、本当光り輝いて見えたっていうのもあります。うんうんうん、あと、輝いてね。輝いてね。これ、あれなんですよね、その今の40口のアーティストに、うん、店に乗ってて、その子は、だから要はサンデー帽子だったかな、サンデーなんですけど、うん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 、もうほんとずっとサンデーなんですよ。で、なんでシルク着たのっていうのをちょっと聞いたんですよね、引き手の方に。未成年のね、未成年の子なのになんでっていう。うんうんうん、で、そしたら、本当はセレクトに行く予定だったらしくて。ああ、なるほど。はい。なんですけど、なんか外傷を負っちゃったらしくて。なるほどね。で、なんか別に能力には影響ない、そんな外傷だったけど、でも結局セレクト出すってことは本当見栄えが大事なわけで、うんうん、外傷によってなんか値段とか下がるんだったら、うんうん、キープしようってなって、でも40口の募集のリストも出てるから間に合わないし、うんうん、じゃあシルクに出そうってなったらしいです。なるほどね、そういうことだったのね、うん、ちょっとシルクに違和感があったんですけど、あ、じゃあまあ簡単にいいやって思って、うん、貴重な情報ありがとうございます。僕の引き手が出まったことによる情報です。本当勝ってほしいです。もうビントシテルに負けないでほしいです。ビントシテルには負けねえだろ。わかんないです、本当。オークス、すみません、ちょっと二頭出しになっちゃいまして、あんなに言ってたんですよね、二頭出しは良くないっていう。良くないって言ってた。ねえ、ポンちゃん良くないよっつって枠を2個作っちゃいました。間違えたらね、そんなあるとね、すみません、つい出ちゃうんですよ、僕の出資場 G1 に。申し訳ない。まあ、ただ、あれですね、無抽選なんで別にいいっす。そうです。どういうことですか？敵を奪ったわけじゃないっていう。別に出ようと思えば出れた馬いっぱいいるんで。そうです。まあ、ビートシュトレーの皆さんも、あのミアネーロの皆さんも、ね、400口、500口の馬なのでね、たくさん出資者の方いらっしゃると思うんで、楽しんで、祭りですね。はい、クラシックですし、楽しみましょう。はい。やっぱり夢ありますよね。いや、本当。人を壊して夢ありますよ、本当に。スムラジョッキーもね、勝てると思うっていう話してるんで、うん、もう2週連続ね、してほしいですね。本当にいいよね、初勝利から、連チャンも、うん、あって全然いい、うん、確変ですよ、楽しみにします。ライバルは誰ですか、一番のライバルは。あ、でもやっぱステレンボッシュになるんじゃないですかね。せな。はい。あとは最初からオークスってずっと言ってるクイーンズウォークとか怖いですよね。そうね、確かにね。前走も結局川田ジョッキー、その桜花賞のインタビュー時点で、あ、もう桜花賞は多分合わないんで、もうオークスに向けたレースをしたいみたいな言って、いや、こんなこと言うって思って。なんか、いや、思ってる分には全然いいと思うけど、あ、言うなよっていう、うん、言わなくてもいいじゃんね。そこまでしてオークス1本って考えるとやっぱ怖いですよね。そうですね。僕はね、やっぱりね、ライトバックが怖いですね。澤さんの。そう。澤がさ、いや、もうこれさ、使わなくていいけどさ、セレクションセール仲介馬っていいんじゃねえよ、澤。はい、1円も払ってねえだろ、お前。なんか、出資馬より金払ってねえだろっていう。俺らの方がね、ミアネーロにさ、その9万とかさ、うん、払ってるわけだからさ、18万とかさ、さらに維持費も払ってるわけだからさ、その500分の1とか、あれ、どうなのって思うよね。思わない。ポンちゃん思うって言ってたよね、この間ね。いや、そんなこと言ってないですよ、別に。え、言ってなかったっけ？言ってないです。言ってないか。そう。いや、でもなんかライトバックが勝ったら、あれあるじゃん、ぬいぐるみ、この系、うん。あれにできるって言ってたから。それはそれでちょっと美味しいなみたいな。負けるならライトバックに負けてほしいなと思ってます。っていう感じだから。オーナーさん知り合いで、あの、いいって言ってくれてるみたいなので、勝ったらそう、うんうん、できると思うんで。そっか、権利の問題でそういうことが。そうもちろんミヤネーロ、ビントしてる応援しますけど、負けるならライトバックに負けてほしいなと思ってます。っていう感じです。最後の話を。いますよね、うん。これもだからシルク二頭出しになるんですよね。だからビントシテルと新馬戦以来の再会、アルテミス2着でジュベナイル4着ってこと、2歳児は結構本当もうトップクラスだったけど、馬体の維持にすごい苦労してるみたいないうをちょいちょい見てたんで、だからちょっと感覚空いてオークスに出るっていうことになったみたいですね。なるほどね。でもなんか結局、まあ、この血統走るでしょって感じなんで。もちろん怖いですよね。
そうだね。俺もほんとね、このサロミナはもう毎回人気だから、どれかに応募して外れたりとかってやってるんですけど、どれなのか、はい、ローカだったかなって忘れちゃったんだよね。忘れてます。久しぶりの対戦を楽しみましょう。本当に、まあ、これはもう大きなお祭りですので楽しみたいと思います。現地でお会いする方はお会いしましょう。ポンちゃんも現地でお会いしましょう。はい、始めましょう。一緒にお会いしましょうっていう感じですかね。オークス次に行きましょうか。次は、はい、前の日の東京9レースの芝 1800m のカーネーションカップですね。泣きのカーネーションカップね。ここが結局多分勝ってきたら、まあオークスはダメだったけど中華賞に向けて、うん、賞金詰めてステップレースって言い方は変だけど、そういうレースになるんだろうなと思います。そんなレースですね。すごい登録してるんですよね、はい、クラブ。まあビントシュテレがダブル登録してるんで、まあ、ここがなくなるかもしれないですけど、今のところビントシュテレって6頭が登録をしています。はい、ビントシュテレこっち出たらねずっこけますけどね俺ね。もう結局こっちかいっていう。でここの注目馬でいうとカンティアモというシルクの5000万募集のエピファネアサンクです。おー、カンティアモっていう馬がいるのね。うん、へえ。なんか近鉄厩舎で、はい、エフレイヤーパワーカップ3着だね。もう笑っとるやないか。もう笑っとるやないか。俺の出資馬やこれは。俺の出資馬です。はい、もうおなじみのね。これはあのこっちは極地出資してますので、できればですねカンティアモにオークスに出てもらいたかったっていうのがあったこれはもう贅沢ですか。ですよね。あれですもんね、新馬戦レコード勝ちして。そうですよ、レコード勝ち出たわけですからね。登録すればいいのに。フラワーカップ3着だったんで、はい、まあ2着だったら登録してたんだろうなとは思いますけど、ただ3着でも出れちゃったんですよね。そうだよね、出てちゃう。まあでももうしょうがないね、もうそういう風になっちゃったからね。うん、だからそれこそ中華賞で戦いたいなと思います。うんうん、まあ、この馬も弱くないですからね。足や余したりなんか変なアンツのがなんかちぐはぐなるやつが多いんだよなこの馬。うん、なので結構ずぶい馬だと思うんで、東京に変わるの絶対いいと思うし、すごい。そうそうそう、なんかね、押して押して動かなくて最後に追い込んでくるみたいなパターンが結構多いからね。はい、うん、何だったんだろうな、新馬の時の変な。新馬戦の時もなんかちょっとあれだったし、そうですね、なんかちょっとねまともなレースをちゃんとしてない、うん、気象的に難しいのかなと思ったりもしますけど、はい、新馬とかもまさに遊んで走って感じありましたよね、うんうん、途中まで急に抜かれそうになったら一気に本気出してみたいな。そうなんだよね。そうなので、ちょっとまた本気の走りを見たいなと思います。楽しみにしてます。次行きますか。次は5月18日同じ日土曜日の京都9レースのメルボルントロフィーというレースにこちら3頭登録してます。注目馬は B グラッドというインゼルの2800万円募集のエピファネアさん、うん、エピファネア多いな。うん、エピファネアさんすごいよね。なんか今年のさ見たでしょ、あの40口の価格もエピファネアすごいよね。はい、すごいわ。まあアーモンドアイも去年もねエピファネアだったけど、グランアレグリアもエピファネアだしね、プロの人質もエピファネアね。だから2億4000万、2億1億8000万みたいな感じになる、なるんだよね。ですよね。本当やっぱすごいなって思いました。だし、あとなんかグランアレグリアがすごい注目されてますけど、あ、まあ確かにすごいけど他もすごいっていう、全部高い。エピファネアだからこれでなんかすげえ馬出さないとダメだぞみたいな感じになってる。うん、そうか。コントレイルとかイクイノックスとかはサンデーサイレンスのあれだから、まあ、いいのか。ロベルト系だもんね。ということでした。40口の話でした。この馬も結局そうですよね。エピファネイアで近親にジャスタウェイとかいて、アンテロスとかは、うんうん、普通に良血の馬なんで、これもう前走9着に負けましたけど、一番2期支持されたぐらいの馬だったんで、巻き返しに期待したいです。わかりました、ありがとうございます。お、その他がいますね。その他、はい、取り上げたのはいらっしゃるようことに、はい、19日日曜日の新潟3レースのダート 1800m の未勝利戦にジョリー・ロジャーというシルクの2400万円募集のロジャー・バローズ3区が出ます。おお、何ですかこの馬は。何ですか、何ですかね。なんで取り上げるんですかこれ。俺の出資馬やないかい。恥ずかしいならやめろよ。ちょっと恥ずかしいですね。ちょっと振り切れよ。現在これで4戦目になるんですけど、2馬戦から3連続で3着になっていて、もうあとちょっとなんですよね。どこまで来てるんですけど、なかなか勝ち上がれない馬で、でも大型馬550を超えるぐらいの馬なので、
前走休み明けだったんで叩いて、ここは必勝体制いきたいなと思います。はい、まあ3戦で3着っていうかね、勝てるよね普通に。うん、そうです、そうだから、はい、うん、まあ、それは楽しみですね。これ僕は新潟で続戦って聞いてたんで、次行こうかな、うん、千鳥したいしって思ってたんですけど、オークスとか行ったら行ってくればいいじゃん、どっちも申し込めばいいじゃん、あれとミヤネーロと当たった方行けばいいじゃん。いや、どっちも申し込んだらジョリオじゃ当たる気がってしまいました。倍率的に。あ、そうか、はい、どっちかね、行ってくればいいじゃん、ちょチャンスだよこれ裏で。いや、まあ、クチャンスミヤネーロで口取りします、ミヤネーロで。そうだよね。なんか、え、別に申し込みはどっちもできんの、片方しかできない。いや、情が違うとダメです。そうだよね、さすがにそうだよ、当日だもんね。はい、ありそうだけどね、なんか知らないと思うんですよね。という感じですか。あれだね、中国3歳はもうあと2回ですよ。そうですね。そしたら、え、どうする、新馬展望にする、また2歳はどうですか、自分の出資馬早期デビューみたいな予定ある？早期ってもうほんと6月とかはまあないんですけど、うんうん、ただ移動はまあ7分の今2してて、で、あ、そう、うん、でなんかさっきそのツイッター見たら3頭目がおそらく今週移動って、あの見学した方が言っててみたいな、うん、まあそんな大きく遅れてる馬はいないけど、大きく速い馬もいないかなって感じで。なんか俺本当に40口が1頭、そのマスカレードボールがもうゲートを受かってるし、あとあれだ、プリモシークエンスもゲート受かってるんで、もう6月東京デビューみたいなのが予定出てたから、本命が出てくるわ、もう早くも。いきなり、いきなり答え出ちゃう、どうしよう、弱かったら。いやでも強かったらもう楽しいですよ、ほんと。それこそね、俺プリモシークエンスに関しては去年のキャロットのパーティーで聞いたんだよね、はい、すごいらしいよプリモシーンの発語みたいな、去年とか東京でさ6月ぐらいにやったじゃん、あれ安田記念の日だっけ、なんか、その時にさ、あれは白老ファームか、白老ファームの清水さんっていうロコポルティをすげえおすすめしてた人なんだけど、募集、白老ファームの人だし、昔よくシルクの募集が検討の動画みたいなのに出てて、で、あ、そうだ、サダム・グランジュってか、お母さんが、すごいいいですよみたいな話を してて、それを覚えてたから、あ、清水さんだと思って声かけて聞いてみたら、いやプリモシーンの発音すごいいいらしいですよみたいなことを、全然白老ファン関係なかったっていう、ね、に教えてくれた。うん、これでなんかそっからいろいろ聞いてみたら、みんなそれ言うんだよね、ノーザンファームの人、いやプリモシーンすごいっすよみたいな、だからこれ走んなかったら牧場インサイダー全然当てにならないっていうことを。インサイダーでもないですけど、ただいいらしいっすよ。こんなに、まあまあ俺出資してたからね、プリモシーンだから、それがいいって言うんだったらこれは行くかみたいな感じで10口にしたんだけど、だから正直これはその時の話だけど、アーモンドアイより絶対プリモシーンの方がいいと思いますよっていうことを言ってたぐらいだからね、コスパ的にもね、それだと半分ですかね。そうそうそう、でも高いけどね、1億2000万だから、はい、半額って言ったら安く聞こえる。2000万っていう感じだよ。まあでもね、あれもアロンスロットももうあれでしょ、ゲート受かってるんでしょ、みたいですね、どっちも早いっていうね、すごいなと思いますけど、エピファですよ。そうだね、皆さんお金を貯めてグランアレグリアの23行きましょう、500万、たった500万、たった500万に夢が買えます。たった500万、もちろん特別入会、はい、ぜひ。モスクロスさんより高いです。はい、モスクロスさん2頭買える、はい、モスクロスさん2頭買えるということですね。そんな雑談を最後に持ってきました、今回は、どんな編集になってるかは本次第です。ありがとうございました。で、来週はだからオークスのね、勝って喜んでるか残念だったねって言ってるか分かんないですけど、はい、ダービーですから、最後の注目3歳は楽しみにしててください。ダービーに出るたびにもう1年間やってるっていうのもありますからね、その一口っていうのも。そうですね、出れませんでした、僕も出れませんし、あんなに金使ったのに出れませんでしたっていうことでした、残念。以上です。ポンちゃん、何か言い残したことありますか？頑張れミヤネロ、言い残してない。ミヤネロビンとして、はい、両手に花で頑張ってほしいと思います。もちろんどっちも口取りは、応募します。
ありがとうございました。ありがとうございました。鋭い予想切り口が持ち味のボンちゃんの動画も見に行ってくださいね。忖度しないですから。忖度しないですけど、うん、オークスはあんま見なくてもいいかもしれないです。正直、正直もう入れるのが違いますか、ね、うん、目は、まあ、あれになるんで。ということです。何になるかはまだ見に行ってください。はい、ということで最後までご覧いただきありがとうございました。また来週。ありがとうございました。